1番バーディースタートの岩井明愛、4番パー5バーディートライ、パーですがこれを沈めてきました。これで2つ目のバーディー。そして9番パー5の第3打です。手前からチャンスにつけます。これで3つ目のバーディーです。そして12番からバーディーラッシュ、12番のパー4、難しかったと思うんですよね。もうバンカー越えて6ヤードほどのピンポジションですので、あそこに落としてくるっていうのが調子の良さをね感じますね。はい、これで4アンダーまで伸ばしてトップに並びました。13番のパー3も取って、14番パー4のセカンドです。これもピンショットをレイアップして、トリックからのチャンスにつけていきましたよね。これで12番から3連続6つ目のバーディーを奪います。15番もチャンスにつけました。惜しくもバーディーパットは決まれてませんでした。ショットがいいですね、はい、こう見てると。16番のパー3です。ここもバーディーパット。ノーボギーできて最終18番のパー5、2オン狙ってのセカンド、いいラインで飛んでいったんですが、これね、もう本人はね、探った瞬間よしっていう手応えを感じる顔でしたもんね、はい、池に捕まってドロップゾーンからの第4打、切り替えてここはうまく寄せたんですが、入れればパーセーブというパットが蹴られます。ノーボギーで来ていましたが最終18番ボギーとしました。ただ的確なマネジメント、素晴らしいショットの精度、5アンダートップを1打差につけてのフィニッシュということになりました。